流しそうめんの台ができました。台というか流しそうめんの装置長いです。バッチリバッチリ。これ農業用コンテナとかうまく使ってるでしょ。いやこのなんていうんだ、水の音が涼しげでいいですよね。って言っても北海道もだいぶ涼しくなっちゃいましたが、はい、今日のお昼は寺坂農園は流しそうめんです。